はい、皆さんこんにちは。こんにちは。カズちゃんです。カズちゃんです。2016年も、うん、もうね、今日でなんかめっちゃキラキラするやけど。してるの、確かに。なんかうるさいの、顔がうるさくなってるぞ。2016年メガネ。これも今年の初めと、うん、まあ今日ぐらい、うん、使って。しか使えるのやろ。だからもう最後ちょっとこれかけようかなと思って。まあでも、つけようか、カズちゃん。これどんな感じなの？すごいよ。これ黄色くてうるさいのな、眩しいわ。もう今日ぐらいしか使えないんで。お外間眩しい、これ。あと重たい、これ重たい、意外と外れてくるし、重たいし、ここに、ここに飾ってもいいや、ほらほら、うん、いいや、オッケーオッケー、こうしよう、いい感じ、うん、はい、はい、今年、まあ最後のこれ動画になるんですけれども、うん、なんかその2016年をこう振り返ってみようかなと。あー、なるほどね。いろいろ変化あったんじゃないの。今年は本当、まず YouTube 始めたのも今年やし、うん、で7月ぐらいか、うん、まあカズちゃんとエリちゃんに教えてもらって、カズちゃん YouTube を始めて、うん、まあ半年、まだ半年も経ってない、まあ半年ぐらいか、7月やったら、うん、まあね、そう半年やね、うん、だってそれすごい大きかった。ブロガーなろうかなって、なんかそうそうそう、エリちゃんとね、もともと最初言ってのね、お友達やったでの、それまだ知らんのかな、皆さん。あ、知らんか、言ってないかも、知らんの。最初言ってないかも、なんで YouTube 始めたのって。 あ、言ってないかも。あ、最初、うん、かずえちゃんブログを始めようと思って、で、あのエリちゃんに相談したいの。なんでブログ始めようと思った理由は、 LGBT のこととか、うん、まあいろんなことをなんかこうブログを通して発信していきたいと思ったので、きっかけでブログをやろうと、うん、でエリちゃんに相談して、うん、YouTube やんねやみたいな。エリちゃんが言ってくれたんだ。エリちゃんが言ってくれたんだ、うん、この人どう考えてもブロガーそうそうそう、喋るの大好きなんやで、かつえちゃん。なんでブログなのみたいなことエリちゃんに言ってくれて、こんな分厚い本持って図書館で借りてきた。そうそう、分厚い本持って。懐かしいな。そう、ブログカスタマイズ本みたいな。そうで、それを始めようと思って、でも、ね、そう、エリちゃんって言ってくれて、そう、うん、で YouTube を始めました。ね、なんか結構大きかった、今年は変化あったしね、発信するならね、うん、ブログも YouTube もね、そうやがの、同じやもんね、うん、うん、ネットで発信ってことだよね、ね、本当になんか、うん、あっという間やった今年はね、賑やかやった ね、 今年ね、楽しかったよな、いろいろと楽しかった。まあカズちゃんも大きいあるやん、今年は子供、うん、ね、ベイビーちゃんね、ベイビーちゃんがの大きかったな、本当ものすごい、今もうちょっと太り気味ぐらいになって、いいやいいや、ちっちゃい時遺伝子を受け継いでくれて、すごくでかくなってくれて、立派になってるの、すごい今立派、うん、でもよう笑うし、うん、よう笑うしの、ほんとや、でも楽しみやん、これから、うん、さあ CM も出れたやんって、今年は数は結構出てない。だってまず福井屋とオートバックス、オートバックス、あれ北陸限定か、北陸限定やけど、そっかそっか、で Google さんの全国のやつも出れたし、うん、もう多分ざまみ行った時やね、そう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 、もう数チャンネルもう多分もう上がりきったところで、あとはもうなだらかに加工していく感じで、いや、このまま行くやろ、まだまだゆっくり行こうかな、まだまだ行きますよ、でも子供子育てがあるでの、あ、もうこれがもう仕事じゃん、子育てゲームがあるで、超楽しみやの、そうやの、うん、あ、そっか、かずえちゃんも来年いろいろまた変化がありそうやね、うん、あるね、まあいろ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 、またご報告するやのね、またなんかそちらは、そう、ま、改めておいおいね、いろいろかずえちゃんもチャレンジしていくやの、これからそう、なんか楽しいこと続けていきたいしね、本当になんか、うん、いろいろありそうです、来年も楽しいこと、うん、何よりさ、今年はさ、風邪すごいなんか人脈っていうかさ、あ、増えた、特に視聴者さんがさ、すごくみんなあったかいが、コメントとかさ、本当になんかいいなんか付き合いができてるよね、本当にオフ会にしてもさ、うん、皆さんコメントにしても、うん、本当にまあそれがすごいエネルギーになるし、うん、なんかもう動画作ろうとか頑張っていこうっていういいパワーをすごいもらえてる、うんね、うん、本当それはありがたい。なんかネットだけの付き合いじゃなくてさ、そう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 、リアルにさ会うイベントが、まだ来年なんか開けたらいいよね、うん、イベントは。なんかやっぱこう画面を通して、うん、そのね、コメントとかでなんかこう会うのもいいけど、うん、やっぱりこう実際にその人に会って話してやっぱ違うやん、それってやっぱり、うん、実際会うのと違う違う、うん、だからそういう風なのを来年もそういう機会増やしていきたいなって。わあ、いいないいな、ね、あな、それこそ今まで田舎でしかやってないけどさ、うん、そう、それこその大阪とかさ、東京とかさ、そう、大都市って言われる、大都市と言われる場所、やっと人も集、何より集まりやすいんやの、ね、福井のイベントね、ようみんな来てくれたけどね、本当にバス乗り継いで来てくれて、あの福井でもまあまあ田舎のとこやん、まあまあ行きにくい場所で車ないと、それを皆さん本当に来てくれて、ね、うん、
なんかそう、なんか申し訳ない気分になるからね。で、カズちゃんもエリちゃんも来てくれたしね。ほんとよ。福井の人でも田舎やなって感じるもんな。田舎、超行きにくい場所よ。それが本当に遠いところからね、来てくれて。ね、だから来年本当に東京とか大阪とか、あと九州好きやし、福岡とか。そうやな。そういうのやりたいなと思ってる。いいな、いいな。やっぱイベント増やしていきたいね。増やしたい。だからカズさんなんか一緒にしよう。やろっか。来年遊びに行くわの。うん。それいいや。子供連れてさ。よし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 。はい、子供も喜ぶし。なんか旅行がてらみたいな感じでさ。ね、いろんなさ、あの、空気っていうかさ、匂い味合わせの。ほやほや。やろうやろ。わあ、いいな、いいな。楽しみですね。ね。2016年は本当に皆さんにお世話になったし、今、カズちゃんにも。はい。すごい楽しい。ありがとうございます。一年でした。なので、まあ2017年もね、頑張ってこ、カズちゃん。はい、頑張りましょう。好きなことやってこ。はい、楽しみましょう。ね、はい、ということでね、今年最後の動画はこれでおしまいです。それではね、皆さん、良いお年を。皆さんまたね、また見てね。バイバーイ。バイバーイ。